セレマ。セレマ、サリーマは、何時の意思することを行え、という規則や法に基づいた人生の哲学である。何時の意思することを行えと、セレマという言葉の関連は、フランソワラブレイに遡るが、さらに発達させ、布教したのは、この考えに基づいたセレマという名の宗教を創設したアレエスタ・クローリーである。この言葉自体は、ギリシア語のコイネで、 名詞の古典ギリシア語再建音で、テレーマ、意志、動詞、シータラムダオメガ、意志する、望む、目的とする、のラテン文字転写である。初期のキリスト教の書物では、神の意志、人間の意志、そして、神の敵である悪魔の意志としても使われている。16世紀、フランソワラブレーは、この言葉のフランス語であるテレーム、サリムを彼の著名な小説、 ガルガンチュアとパンタグリエルの中で、架空の僧院の名前として使用した。この僧院のたった一つの規則は、フェイ・イキュー・ベドラスだった。この規則は、18世紀中頃にメドメンハムの僧院の入り口に、地獄の日クラブの心情として彫刻をしたフランシス・ダッシュートによって復活し、現実世界でも使われた。同じ規則は、1904年、アレエスター・クローリーが、 法の書で使用した。この本は、何時の意思することを行え、という言葉と、クローリーがそれ以降に開発した哲学的、神秘的、宗教的体系の名前になったギリシア語のテレーマ、という言葉の両方を含んでいる。この体系は、オカルト、ヨガ、東洋と西洋の神秘主義、特にカバラの考え方を含む。シュリグルドブマヘンドラナ、スフェカチャーラ。 サンスクリット語で何時の意思することを行えの意味といえば、彼のことを指すは、ラブレイ、ダッシュウッド、クローリーは、そのような、アジアの多くの崇高な理想を持っていたことを、永続的な敬意で共有せざるを得ないと書いた。シータラムダイータミューアルファという言葉は、元をたどればギリシア語の聖書の中で人間の意思を動かすものとして、いくつかの記述がある。よく知られている例の一つは、 マタイの福音書六時十分の神への祈りでお国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、とある。聖書からのその他の引用は、下記の通り。また二度目に行って、祈って言われた我が父よ、この酒を飲む他に道がないのでしたら、どうか、御心が行われますように、マタイの福音書二十六時四十二分。 しかし、彼を受け入れた者、すなわち、その名を信じた人々には、彼は、神の異なる力を与えたのである。それらの人は、血筋によらず、肉の欲、によらず、また、人の欲、にもよらず、ただ神によって生まれたのである。ヨハネの福音書一時十二分マイナス十三あなた方は、この世と妥協してはならない。むしろ、 心を新たにすることによって、作り変えられ、何が神のお胸であるか、何が善であって、神に喜ばれ、かつ善気ことであるかを、わきまえて知るべきである。ローマ人への手紙十二、に一度は悪魔に捕らえられていて、その欲するままになっていても、目覚めて彼の罠から逃れさせてくださるであろう。テも、てへの第二の手紙二時二十六分。我らの主なる神よ、あなたこそは、 栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られました。お胸によって万物は存在し、また作られたのであります。ヨハネの目視録四時十一分。五世紀になってアウグスティノスは彼のセルマンのヨハネ一、七から八に、愛せよ、そして何時の欲することをなせ、ディリッチエクアドビスファクと書いた。ルネサンス時代になり、 ズワリミアと名付けられた特徴は、ドミニカの僧侶フランシスココロナのヒュープネロトマキア、ポリフィリの中で意志または欲望を表している。コロナの作品は、振り返ると、テレームの僧院を含むガルガンチュアとパンタグリュエルを描いた、フランシスコ会僧侶、フランソワラブレイに多大な影響を与えた。フランソワラブレイは、16世紀のフランシスコ会の僧侶で後に、 ベネディクト会の僧侶である。最終的には、彼は、薬学の勉強のため修道院を去り、1532年に、リオンに移る。そこで、続きものの数冊の小説ガルガンチュアとパンタグリエルを、書く。それらの本は、二人の巨人、父、ガルガンチュアとその息子、パンダグリエルと彼らの冒険の物語で、面白おかしく、大げさで、風刺が効いている。 その最初の本、52から57章には、巨人、ガルガンチュアの建てた、テレームの創院が書かれている。それは、修道院の施設をからかうもので、創院には、スイミングプールとハウスキーピングサービスあり、見える場所に時計がない。門の碑文の詩の一つには、テレームとしてこう書いてある。ポエム音調、敬意、賞賛、歓喜、ここに昼と夜滞在する。 健やかな肉体と健全な精神と、ここで追い求めるものは温調、敬意、称賛、歓喜、ポエム。しかし、下記の冗談は理想教と理想社会の厳しい現実を風刺している。ラブレイは総員のテレミート、英語読みでセレマイトがどのように生活し、規則によって彼らの生活をどうなるのかを説明している。彼らの人生のすべては、法や 地位、規則には費やされず、自由意志と快楽に従うものであった。彼らは起きたい時に起き、食べたい時に食べ、飲み、働き、寝て、そのためにマインドを持ち、そのために処理した。誰も彼らを起こすものはなく、誰も彼らに食べることをしず、他にすることは何もなかった。つまりそのためにガルガンチュアはその総員を立てたのだ。彼らの規則とそこで厳密に従う、命令のすべては、 次の一言だった。なぜなら、人々は自由で、家柄が良く、育ちが良く、仲間に誠実なため、自然に生まれ持った才能を持ち、美徳の行動に拍車をかけ、悪徳から身を引き、高潔と呼ばれるからだ。その同じ人々が、支配され強要された時、抑えつけられて抑圧され、以前は美徳に傾斜していた気高い気質から外れ、 あまりにも非道に囚われた奴隷の拘束を振りほき壊す。つまり、人の本質は禁止された物事を絶望し、拒否されたものを欲するのは道理にあっている。多くの研究者は、このフランス人作家は、明確に、キリスト教的視点から書き、一方で教会に相反することを指摘している。セイフランシス・デ・セールズ、アレンタウン大学のアレキサンダー・ポセトは、 マルティン・ルターがラブレイに影響を与えたと主張している。M.A. スクリーチは風刺作家の正当な視点だと強調している。別の視点はラブレイはルターを真似、改革論者の視点から教会を簡素化されたラブレイのミサはユダヤ人としてローマ教会の形式化された儀式を非難したエラスムスへの合意を表している。最も人間主義者で改革主義者たちは 最後の晩餐の凝り固まって飲酒化された式典を非難する。それゆえに、ラブレーのミサは、パンタグリュエルの仲間たちが親しく交流し合い、パンを食べワインを飲んでいるのである。教会の中の求心的な改革主義者と、いたずら好きな保守派の間で、節度は破壊され危険な状態となり、それでもパンタグリュエルは、危険を犯して、彼の絵法を守るであろう。エイリヒ・アウェル・バッハは、 1946年の著作、未明室でこれらのすべてを否定し、ラブレーの考え方について、画期的な解釈を書いた。アウエル・バッハによれば、ラブレーが描いた中性的世界の素材の再解釈は、本来の意図と機能を変更しているので、反キリスト教的に見えるが、そうではない。彼の文体の要定は見方、感じ方、考え方が自由になった点にあるとする。 フランシス・ダッシュ・ウッドは、メドメンハムの僧侶たちと呼ばれたグループを作った時、ラブレーの考え方のいくつかをフランス語で適用した。僧院は、メドメンハムに建設され、ブリタニカ百科事典第十一版に、下記のように記載された。マーローのテムズ川上流にあるメドメンハムに、1201年に建てられた点在する居住施設のある、首都会修道院があり、そこは、 18世紀の赤頃に創設者の聖フランシス・ラッシュウッド1708から178ゴニラディスペンサー教となるから名前を取ったフランシアンと呼ばれる社交クラブの集会所として悪評となったそのクラブは地獄の非クラブとしても知られジョン・ウィルクス、バブ・ド・リントンが政治的に悪評高いメンバーがいたそのクラブのモットーはフェイ・シー・エ・キューベ・ベドロー 何時の意思することを行えであり、ラブレーのガルガンチュア物語に出てくるテレームの総印を真似て、修道院の入り口に刻まれた。ダッシュウッドの地獄の日クラブが何をしていたのか、何を信じていたのかを証明するものは、ほとんどない。一つの直接的な証拠となるものは、内輪のサークルの支部を一度も訪れたことがない段のジョン・ウィルクスによるものだけである。彼は、その起源を、 下記のように表現した。お偉方、愉快な男たち、幸せなビーナスとバッカスの信奉者たち、といった人々はワインで女を祝い、縁を盛り上げるために時々集まり、彼らは古代からの全ての贅沢な考えを引っ張り出し、古典贅沢品の伝統で彼ら自身の新しい快楽を深めた。そのグループは、ドアに掲げた碑文というよりも、よりラブレイに由来していて、 タワーズ中佐の意見では、私の洞窟の印象は、こんな風に言える。彼らは、ダッシュウッドのラブレーの関連した章の朗読に基づき、ディオーニュソスの予言的な寺院として使っていた。と書かれている。ナサニエル・ラクソウル教は、ヒストリカルメモアールの中で、悪魔的儀式を行っている僧侶たちと非難したが、それらの訴えは、噂話として却下された。 ジェラルド・ガードナーとマイク・ハワードらは、僧侶たちは、女神を建て祭っていると言った。ダニエル・ウィレンズは、そのグループは、フリーメイソンの儀式のようなものをしていると論じたが、同時に彼は、ダッシュウッドは、ローマ・カトリック教会の秘伝の秘跡を、行っていたようだとも言っている。ウィレンズは、ウィルクスに、もし彼が見たことがあるとしても、仮にその地下組織の様式がその公共の形を、 正確に踏襲していたとしても、それが正式なカトリックのミサだったのかどうか尋ねた。ブリティッシュコロンビアとユーコンのグランドロッチは、フリーメイソンとの関わりを最小限に抑えた。あとに、ウォルターベサント教徒ジェームス・ライスは、ラブレーのテレームの寺院を彼らの小説ザ・モンクス・オブ・サリーマで、CR ・アシュビーは、ユートピア・ロマンス小説のザ・ビルディング・オブ・サリーマで参照した。 ラブレイとクローリーの間に生きた人々で、しばしば好きなことをする人という意味で、セレマイトという言葉が使われた。彼らは良い意味で使用したが、しばしば秘密や非人権というような意味でも使った。アレスター・クローリー、1875から1947は、イギリスのオカルティスト、呪術家、社会的先導者であった。クローリーの主張するところによれば、 1904年、彼は、アイワスと呼ばれる存在から、法の書を授かり、同書は、彼が、セレマと呼ぶ、宗教、哲学体系の土台としての役目を果たすことになった。クローリーはこの書から、下記の言葉をセレマの法として要約した。シュリグジュデブマヘンド・ラナス、ラは、クローリーはラブレイからセレマの法を蘇らせたと、書いている。アレースター・クローリーは、セレマの前歴。 ザ・アンティシテンツ・フサリーマ、1926の中で、ラブレイは、マスター・セリオン自身の理解するところとまさしく、同じようなセレマの法を本質的に解いており、さらに、ラブレイの最高傑作には、370年後に、アイワスが、アンク・アフ・ナ・コンスに掲示するであろう書のことを明確に、予見した内容が完全な形で収められていると、書いた。しかし、クローリーの電気作家、 ローレンス・スー・テインは以下のように異なる見解を述べている。予言の問題は別として、ラブレイはセレマの先駆者ではなかった。ラブレイは異端的な心情において禁欲的自制と自発的なキリスト教信仰と親切心とを混ぜ合わせたのであり、それは愉快なものであって体系的なものを示そうとしたものではなかった。クローリーのセレマの体系はレバー・エール・ベル・レッチス。 エルもしくは、法の書という正式名称を持つ、法の書に橋を発する。それは、新婚旅行で、ニーズマ・ローズ・クローリーと訪れた、エジプトのカイロ書き留められた。この小さな本は3つの章で構成され、各章は1904年4月8日、9日、10日の正午から1時間の間に書かれた。クローリーは、アイワスという名の存在の声を筆記したと主張しており、彼は後に、 この存在を彼自身の聖守護天使と同一視した。しかしダン・エヴァンスの分析では、ラブレーだけでなく、フローレンス・ファーが演じた、ハトホルの愛人と黄金の鷹の聖堂にも類似点ある。クローリーは、法の書の解説をいくつか書いており、最後に書かれたのは1925年である。中期と呼ばれるこの短い文章は、この書を研究したり内容を議論したりすることを今しめ、 法に関するすべての質問は、我が著作への根性によってのみ決定されると述べ、アンクアフナコンスの署名がある。唯一知られている、アンクアフナコンスの著作とは、刑事の非番状に見られるものがそれである。クローリーによれば、すべての個人には、エゴのありふれた欲求や欲望とは区別されるべき、真の意志がある。真の意志とは、本質的に言って、個人の天職、 キリスト教で言う、証明模試は人生の目的のことである。後の魔術師たちの一部はこれを神の助力や他の神聖な権威の力を借りずに自分自身の努力によって自己実現を達成することを願意するものと捉えている。この考え方は、クローリーが1904年以前にとっていた立場に彼らを近づけるものである。クローリーは女性の真の意志について さらに具体的に述べている。彼は、女性はほとんど常に、自らの真の意志の重要な部分を意識している。つまり子供を産むことである。彼女らにとって、他は比べ物にならない。と書いた、クローリーの性差別的に見える面関連については、を、参照。クローリーは、真の意志を発見するためには、無意識の欲望を意識の支配から解き放つ必要があると信じていた。 とりわけ彼は、性欲の表質を心的想像力に結びつけて捉えており、これに対する束縛を解かなければならないと考えた。彼は、個々人の真の意志は、各人にとって固有の唯一無二の存在である大門、守護神たる、聖守護天使と同一であると教えた。クローリーは、少なくともその生徒には、瞑想や魔術を通じて得たべての結果に対して、 会議的な検証を行うように教えた。彼は状況をすべて書き留めるようにする魔法日記をつける必要性と、席付けた実践と儀式を参照。レバー ABA パート1 1912から1913年に書かれた。日本語訳は神秘主義と魔術第一部の中で、クローリーは有力な宗教家たちの様々な絵の 類似点を描きながら次の楽観的な見解を示した。一見、これらの教えは違ったものに見えるが、あるレベルの体験を比敵しているという点では皆、一致している。50年前は超自然的と呼ばれたであろうが、現在では、心霊的と呼ばれ、50年後には起きた現象の理解に基づいてもっとまともな名前になっているだろう。そんな類の体験である。 クローリーのセレマの主要な神々は古代エジプトの宗教から来ている。セレマの宇宙論における思考の神格は女神ヌイトである。彼女は大地の上に架か,かる夜空であり、裸の女性の形に象徴される。彼女は偉大なる母、万物の究極の源と考えられている。セレマの第二の主神は無限症の点であり、ヌイトの保管者にして配偶者とされる神。 ハディートである。ハディートは、権限、運動、時間を象徴する。彼は、法の書において、あらゆる人間の心の内、そしてあらゆる星の中心角にて燃える炎なりとも、表現されている。セレマの宇宙論における、第三の神は、ラーホール・クイットであり、ホルスの権限である。彼は、棒を持ち玉座についた、高頭の男性として表される。彼は、 太陽とセレマ魔術の活動的なエネルギーに関連づけられる。セレマの宇宙論におけるその他の神は、下記の通り、セレマの魔術は肉体的、心的、霊的鍛錬のための訓練体系である。クローリーは魔術を医師に従って変化を起こす、サイエンス、科学、学問、学知にして、アート、芸術、技術、学芸であると定義した。彼は、 真の意志を発見するための手段として、魔術を推奨し、セレマの方の述べるところ、例えば、星誘拐での作業について書いている。クローリーはその一般過程を、マジック、ブック4の中で説明している。自分が誰なのか、自分が何なのか、自分がなぜ存在しているのか、ということを、魔術師は自分で探り出し、疑いようのない確信を得なければならない。 そうして突き進むべき適切な進路を意識したら、次はそれをやり遂げるために必要な諸条件を理解することである。その後、自分の中から成功にとって邪魔になる要素をすべて取り除き、自分の中にある前述の諸条件を制するために特に必要な部分を成長させなければならない。セレマにおける魔術実践は主に個人的作業である。魔術の実践には、 いくらかの祝祭的要素も含まれているが、一般的には、真の意志を見つけ、その実現を助けることが目的である。クローリーは、東洋の実践と黄金の夜明け段に由来する、西洋魔術の実践を統合した。彼は以下に挙げるような多くの実践を弟子に推奨した。セレマは、個人的哲学であり、通常の意味での倫理という概念を持たない。クローリーは、 法の書に対する新しい注釈の中でこう書いている。これが正しいという基準などない。倫理とはザレ事である。それぞれの星は独自の軌道を行くべきである。道徳原理など、クソらえ。そんなものはどこにもないのだ。法の書は個人の行為のいくつかの規範を明確にしている。最も重要なのは何時の意思することを行えで、それは法の すべてとして提示されており、それを超える法はない。また、それは、権利から、たった一つの権利マイナスであり、剥奪し得ないものである。セレマの解釈者の中には、この権利には、他の人が干渉されずに、彼ら自身の意思を行う間にさせておくという義務が、含まれているものと考える人もいるが、そのような考えは、法の書には記載されていない。クローリーは、 セレマの方の観点から見た個人の行為について、彼の個人的な見解を提示した、いくつかの付加的な文章を書いた。そのいくつかは、他の人との干渉の問題に取り組んでいる、リブロージー、デューティー、レバーイ、オズの書、レバーオズは、何時の意思することを行え、という一つの包括的な権利が含意する個人の、権利の一部を列挙するものである。各人は、 以下の権利を有する、自分自身の法によって生き、自分の意思するやり方で生き、自分の意思するままに働き、遊び、休息し、自分の意思する時に、自分の意思する方法で死に、自分の意思するものを飲食し、自分の意思するところに住み、自分の意思するまま日常を動き回り、自分の意思するままに考え、話し、描き、塗り、彫り、刻み付け、型取り、縦、服を着、 自分の意志するときに、意志するところで、意志する人を愛し、これらの権利を邪魔する、者らを殺す権利を有する。義務、デューティーは、セレマの方を受け入れる者が遵守すべき、実際の行為の最重要規則に関する中期であると、説明される。これは、クローリーが、AAA のために書いた番号付きのレバーと、名の付く書ではなく、特別に、音のために書かれた文書に挙げられるものである。 以下の四つの章がある。第二の章、マスターセリオンのメッセージ、レバーイ、ザメッセージオブザマスターセリアンでは、セレマの方は何時の意思することを行え、そして他に何もするのと一層簡潔要約されている。著者は、従ってそれは、果てしない普遍の永久運動についての概念である。ネハンとは性的なものではなくもっぱら動的なものであり、 これは結局同じことになるのだと書き、医師の探求は結果に執着することなき、たゆまざる活動だと述べている。セレマの教義の中核は何時の医師することを行えである。しかし、これを超えて非常に広範囲なセレマ解釈が存在する。現代のセレマは一つの諸教根拠的な哲学にして宗教である。セレマに重大な影響を与えているものの一つは、 アジア仏教とタントラの伝統である。それはまた逆転した異端的キリスト教、主にグノーシス主義の要素を持ち、作動と考えられている、中、もっとも、クローリーは著書の中でこの言葉を違った意味に用いている。多くのセレマイトは極端に強情的、または原理主義者的な考え方を避けている。クローリー自身は、それぞれの個人に備わっている意志の唯一無二の、 本質を次のように強く強調している。私のビジョンを他の人に伝えることは他の人が私に伝えるようにはできないということは認めざるを得ない。私はそれを残念には思わない。私と大体同じような方法で達成できる、探求する価値のある何かが疑いようもなく存在するという真実を求める探求者たちに、 私の得た成果が確信を与えることができさえすれば、それでよい。私は群れを作り出したり、愚者や狂信者の崇拝物になったり、信者が私の意見をオうム返しすることで満足する、信仰の創始者になったりすることを望んでいない。私は、それぞれの人が、ジャングルの中で、自分の道を切り開くことを望んでいる。従って、現代のセレマイトは、ディスコーディアニズム、ウイッカ、 クノーシス主義、サタニズム、セティアニズム、ルシフェリアニズムなど、二つ以上の宗教を実践している場合もある。多くのセレマ信者は、クローリー自身がその最たる例だがセレマと、他の霊的思想体系との相関関係を認識している。つまり多くの人は、錬金術、先生術、カバラ、タントラ、タロット、ヨーガなどの他の伝統の方法と実践を自由に取り入れている。 例えばヌイトとハディートは、どうかの道と、特、ヒンドゥータントラのシャクティと、芝、仏教の空と母大神、カバラのアインソフトケテルに対応するものと考えられている。英英や音など、本来のクローリーの体系に忠実であると主張している団体もあるが、近年、音のアメリカ合衆国のグランドロッジの、現、グランドマスターは、裏付けとなる、論拠なしに、聖エラブレーは、 風刺や小説という道具立てを使って、現実の人間社会に役に立つ青写真とするつもりはなかったと主張し、ラブレー的セレマを無益な気晴らしとし退りけた。この意見はすぐに論爆された。ソロールネマ、ュツ、ケネス・グラント、アマド・クローリーなど、自分たちはセレマイトであると考えている他の団体や人物は、クローリーの体系は、 セレマの権限の可能性の一つに、杉名として、独自の体系を作った。それらの中には、ある意味では、法の称を受け入れているが、それ以外のクローリーの、霊感を受けた書物や教えを認めていない団体や、個人もある。また、クローリーの魔術技法、倫理、神秘主義、宗教思想など、彼の全体的な体系の特定の面のみを採用し、その他は無視している団体や、 個人もある。1928年にドイツで創設された土星道法団はセレマの法を採用したが、これを拡大適用してマイテリドロスリーベ思いやりのない愛という言葉を提唱した。またドイツに拠点のあるセレマ教会ザ・サリーマ・ソサイティは法の書とクローリーの多くの魔術を採用すると同時にフリードリヒ・ニーチェ、チャールズ・サンダース・パース、 マルティン・ハイデッカー、ニクラス・ルーマンといった他の思想家の考え方を取り入れている。アメリカでは、マギー・インガルズ、ソロール・ネマの著書が1979年に創設されたホルスマート・ロッチという団体と共に、マート・マジスと呼ばれる潮流を引き起こした。この潮流は、クローリーのセレマの本質的な要素と、ネマの霊界通信文書レバー・ペンナエ・プリート・ナンブラ、 において打ち立てられたエジプトの女神マートに基づく体系とを統合したものである。ホルスマートロッジは、現在のホルスのアイオンと次のマートのアイオンとを結びつけ、人類の統合された心を覚醒させ、人類が調和を達成することを目指している。また、他の団体の中にもセレマイトがいる。ネオペーガン団体、全世界の教会、チャーチオブ・オール・ワールズの会長、 ダサラ・ファイアーフォックスはセレマイトであり、セ魔マ術師である。他にも少数派ながら相当数の子の会員がセレマイトであることを認めている。最も有名な現代の二つの団体は、クローリーが存命中に首領を務めた英英とオトである。前者はクローリーのセレマの神秘主義体系を通じて参入者を指導することを目的とした教育的秘密結社である。 後者は当初フリーメイソンのメンフィスミツライム儀礼、ほとんどのメイソンのグランドロッジと大当者からは、非正規のメイソンリー儀礼と考えられていたから、発展した友愛結社であり、グノーシスカトリック教会、グノーシスのミサを取り行っているを奉願している。1947年のクローリーの死後、彼の最初の事業を続行すべく他の団体が生まれた。例えば、フィリス・ゼックラー、 のセレマ大学、カレッジオブサリーマ、ケネス・グラントのタイフォニアン、オと、マルセロ・ラモス・モッタのソサイティオと、ソニック・イコール・ウラニアン、オと、ソニック・オーラニアン、オと、オト財団、ホルスマート・ロッチ、セレマ的黄金の夜明け団、ザ・ズレミック、オーダー・オブ・ザ・ゴールデン・ドーム、ラ、ホール・クイットの聖団、ザ・ホーリー・オーダー・オブ・アール・エー・ハー、クイット、オープン・ソース黄金の夜明け団、セレマ騎士団、 ザ・オーダー・オブ・ズ・レミック・ナイツ、フヘングノーシス教会などがある。他にも、アイトやセトの寺院など、セレマから発想や手法を得た、幅広い多様な特徴を持つグループが存在する。土星同砲団、タカト・ジャッカルのカブン、ザ・ホーク・アンド・ジャッカル・カブンス、セレマ教会などのグループは、セレマの法を導入しているが、クローリーの体系の特定の要素を除外する一方で、 他の神秘主義や哲学や宗教の体系を導入している。ビースバーデンの自由カトリック教会の司教、フェデリコ・トリーは、そのドイツ語の著書サリーマ、イムス・パングスフェルド・ゼビション・クリスティン・トゥーム、ローゼントレディション・ウント・ニューヨンの中で、キリスト教の弁償法的規決として、セレマを提起した。トリーにとって、キリスト教は、キリストの共同体として存在しているが、トリーは、 セレマを世界に対する必然的な個人主義的反応と見ている。鳥居は救済の歴史、ハイルズ・ジェシクトとの関連で、クローリー主義のセレマを論じている。鳥居は、クローリーの救済の歴史を全世界、すなわち神の意志は、統合、錬金術のトークである、凝固川具やらに類似しているすべきであるとするものの、一つとみなしている。引き付け合い結びつく。 愛は法なり、意志の下の愛こそがという形をとる。愛というものは、普遍的原理であり、それゆえに、自然宗教の概念に類似している。鳥居にとって主な違いは、キリスト教による、全世界、ガンスハイトの救済は、ユイガロン的な男によってなされることはり得ないということである。鳥居はクローリーを、才能はあったが失敗した、芸術家もしくは、非義伝授者であり、 悪魔主義者ではなかったと見ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。